大波乱が続いたスーパージンに試合前から注目された伊藤有希 VS ヒロ広ヒロヤの大健闘もあり判定は2対1、スプリットまでもつれ伊藤有希に軍配が上がりました試合後 SN、SNS では判定に賛否があり、ヒロヤの勝利を支持する人が多かったのではないでしょうか公式からジャッジペーパーがまだ発表されていないので詳しくは分かりませんが、スタッツが出てきましたので比較してみましょう。その前に大臣の判定を簡単に振り返ってみましょう。詳しい動画は概要欄をご覧ください。 大人ではダメージを最優先でポイントをつけます一本につながる攻撃 KO につながる攻撃が大きく勝利につながりますしかし今回はスタッツなのでダメージについては記載はありませんでは今回のスタッツを見ていきましょうパンチ伊藤55分の22ヒロヤ48分の15肘、伊藤7分の4ヒロヤ0キック伊藤8分の4ヒロヤ6分の4グランドコントロール伊藤2分51秒ヒロヤ2分54秒膝。 伊藤十分の七、広谷十九分の十七、テイクダウン、伊藤二分の二、広谷十八分の七。サブミッション、伊藤一分のゼロ、広谷ゼロ分のゼロ。グランドコントロール以外をトータルすると、伊藤八十分の三十七、広谷七十三分の三十六。と、大きな差はありません。ここからは投稿者の主観になりますので、ご了承ください。ここでポイントになるのがダメージ。ダメージを見たときに、広谷にポイントがつくことはないと思います。 スタンドの打撃で優位にあった伊藤にポイントがつくことは考えられますしかし伊藤は打撃をヒロヤに当てましたが明確なダウンはありませんでしたおそらくここがスプリットになった理由だと思いますジャッジ2人はダメージとアグレッシブネスを伊藤につけ伊藤勝利を支持1人はダメージアグレッシブネスをどちらにもつけずジネラルシップをヒロヤにつけてヒロヤ勝利を支持し判定に対一で伊藤に軍配が上がった理由だと思いますヒロヤが勝つにはパウンドやフィニッシュに向かう決めの技術があればよかったのかもしれません